ても強力なミラージュの出現情報が入ったわ。あなたたち二人にお願いするわね。近くにティナも行っているから、用が片付いたらあなたたちの応援に向かうよう言っておくわ。分かった。だがティナが来る前には終わらせる。どちらが先にミラージュを倒すか勝負にするか、クラウド。興味ないね。村があるぞ。ミラージュの目撃情報がないか話を聞こう。おい、この辺りで普通とは違うミラージュを見なかったか？見たどころではありませんよ。あれは本当に怖かった。あのミラージュに襲われた時はこの村も終わりかと思いましたよ。その割に被害は少ないみたいだな。ミラージュはどうした？突然現れた銀髪の剣士が追い払ってくれたんです。長い刀を使う姿は、それはもう美しくて。銀髪の剣士。おい、そいつはどこに行った？クラウド、私たちが知りたいのは剣士ではなくミラージュの居場所だ。ミラージュは山の方に逃げ込みましたよ。剣士さんとは逆方向です。分かった、ありがとう。クラウド。悪いが、俺はあの男を追う。ミラージュは頼んだ。何？おい、どういうつもりだ？クラウド！銀髪の剣士。ようやく手に入れたあいつの手がかり。必ず、俺は。クラウド、どうしてこんなところにいるの？ティナ。そうか、あんたも近くで任務中だったな。俺は急用ができた。あんたは早くライトニングを手伝いに行ってやってくれ。急用って、強いミラージュと戦わなきゃならないのにライトニングを一人で行かせたの？俺にはずっと探している男がいる。ようやく手がかりをつかんだんだ。この機会を逃すつもりはない。なんだかクラウド怖いよ。その探してる人ってクラウドにとって何なの？俺の大切な人を奪ったんだ。だから見つけ出して復讐するの？大切な人を奪われた怒りをぶつけるの？誰かを大切に思う心、愛するということを憎しみに変えて今の仲間を見捨てるなんておかしいよ。今のクラウドにとって大切なものは何？憎しみと復讐なの？私はライトニングを助けに行く。大切な仲間を守りたいから。俺はライトニング、大丈夫？ティナ、すまない、少し手こずっている。クラウドに途中で会ったんだけど、探してる人がいるとか言って。気にするな、あいつは放っておけ。それより来るぞ。クラウド、来てくれたの？銀髪の剣士を追ってたんじゃないのか？もっと大事なことを思い出したんだ。ティナ、すまなかった。俺はまた同じ過ちを繰り返すところだった。誓ったんだ、もう大切なものを失わない。だからそれは私たちもお前の大切なものに含まれるということか？ああ、大切じゃないものなんかない。お前らも大概おせっかいだな。戻ってきてくれてありがとう。あの男を探すのを諦めたわけじゃない。でも復讐より大切な生き方を思い出したからな。さあ戻るぞ。
大切な仲間たちのもとへ。